こんばんは、リコピンです。とりあえず乾杯しよう。いいよ。今日は札幌クラシック、初めて飲むこれ、うん、うんうん、北海道限定って書いてあるよね。うん、乾杯。今日はママに鹿児島の田中屋っていうお肉屋さんからお肉を送ってもらったので、それを食べるんだけど、とりあえず焼きながら喋ります。今焼いてるのがあご肉って言って、鹿児島だと豚のほほ肉のことなんだけど、こっちとかではかしらって言ったりするのかな。向こうの人は野菜炒めにしたりとかして食べるんだけど、私は味が薄まりそうで嫌だから野菜炒めにはしたことがない。一回したか。うん、最初した気がするね、うん、だけど結局やっぱそのままがうまいよねって言って、うんうん、これ味がついてるからさ、でいろんなお肉屋さんのやつ送ってもらって食べ比べたんだけど、この田中屋さんのやつがいっちゃうまかった。うまいよねこれ。ほんでここにあるのがこのごて焼き、まあ、いわゆるローストチキンだね、うんうん、だね。で今日の一大イベントは鶏刺しちゃーん、バカうまそう。今日届いたから、届いたその日に食わねばならぬ、ね、ちょっとお腹減ったからとりあえずごて食べたい、うん、いただきます。うん、なんでだろう、うん、どこのローストチキンよりめっちゃうまいんだよ、うん、顎肉はこうやってここの焦げをこうやってこそぎながら焼くの。こう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 、これがうまいよ。えのきとズッキーニも用意したから焼いていく。鶏刺し食べたい。これも鹿児島の甘い醤油、母譲りっていうに、わさび醤油とニンニク醤油、これこれこれなんだよな、うん、うーまっ、うん、鶏刺しってさ、うん、うまいね。うまい。今日さ、昼間マック食べたんだけどさ、私は夜これを食べるからさ、軽めにしようと思ってバーガーは頼まずさ、ナゲットの15ピースとポテトの M でいいやと思ってさ、家帰ってきてみたらさ、ポテト入ってなくてよ、マジで絶望を感じたよね。これでいいですかみたいなパネル出るじゃん、あのパネルをしっかりちゃんと確認すべき。だから今日お腹減ってるの、うん、たくさん食べよ、たくさん食べよ、うん、顎いいんちゃう、うん、顎、うん、うまい、柔らかい、うん、柔らかい。だってたくさんさ届いてさ、冷凍したりするじゃん、うん、でも今日届きたてで食べてるからさ、うんうん、これが本当にね、唯一無二の味付けっていうか、本当にうまい。ただ残念ながらオンラインショップっていうの、ウェブショップないので見せびらかしてるだけ、うんうん、鹿児島に旅行行った人とか、鹿児島に知り合いがいる人はぜひ送ってもらうとかするとか、あご肉とかはさ、どっかの家で焼かないといけないじゃん、うん、だけどこのごて焼きは買ってさ、その場で食べれるからさ、うんうん、鹿児島旅行行きたいなっていう人はぜひ田中屋さん。すごいね、北海道限定って書いてあるから、北海道と鹿児島の端と端の共演だね、うん、でもこれなんか静岡の薬局で売ってた、うん、これね、今油を温めているからね、あご肉唐揚げにする人もいるらしくて、片栗粉だけまぶして竜田揚げみたいな。楽しみ、初めてじゃない、うん、唐揚げ、うん、でも絶対うまいよね、うん、鶏刺し、私こっちのさ赤い方は実はあんま好きじゃなくて、この柔らかい皮ついてないとこが一番好きだから、赤いところが余れば次の日炒め物とかにしちゃうね。うん、親子丼とかうまいよね。うん、この鶏自体がそもそもうまいからさ、うれーむしいだろ新キャラだ新キャラ出ちゃった、うん、ちょっとね、みんなに聞いてほしいことがあって、私騎士団がすごい好きで、本当はいつも8月とか夏にやってた騎士団万博が、騎士団万博っていうフェスねが11月になって、まあ今年も行くわけですよ、11月騎士団万博。まさかのさ、1日目のさオープニングセレモニーアクト夢グループなんですよ。いっちゃん楽しみだね、なんなら、う
絶対盛り上がるもん、うん、あの人たちさ歌歌ってるからさ、うん、イエスくしてイエスくしてできませんできませんめっちゃ楽しみなんだけど、なんかネットニュースとかにもなってたよね、うん、これめっちゃいいね、うん、実は初めて使った、ね、結構前からうちにあるのに、うん、バカうまそう、うめえや、うん、唐揚げ周りどうだい、うん、まうん、まいね、うん、酒とつまみと私とりあえずビールがなくなったので情報鉢芋にしましたね。鹿児島県霧島市国分で作ってるやつ、これ結構好き、美味しいんだ、うん、つい最近初めてヤバトンに行ったんだよ。そしたらさ、私ヤバトンってイメージよ、名古屋って甘い味噌だなっていうイメージがあったから、田楽味噌のイメージがあったの。結構甘いじゃん田楽味噌って。でさ、昔連れてってもらったとんかつ屋さんで、これ名古屋のヤバトンにすごい似てるよって言われて連れてってもらったとんかつ屋さんで食べたとんかつが結構甘くて、私あんま好きじゃなかったんで、甘すぎて、そのイメージだったから、あんまり甘すぎてもな、やだななんつって思ってて、たぬきちがさ、名古屋に住んでたこともあるもんでさ、久々にヤバトン食べたいって言って行ってみたらさ、全然甘くないじゃんね。甘いは甘いけどね。そう、甘いは甘いけど、うん、昔連れてかれたお店すごい甘くてさ、甘いけどご飯が進む甘さみたいなさ、一口目はさ赤味噌を濃縮したような味だなと思ってさ、で二口目三口目からなんだこのコクは、めちゃめちゃうまい、名古屋の人味噌使うのうまって思って、うんうん、マジ結構感動した。昨日ずっと言ってたもんね、うん、あんなに美味しいと思ってなかった、うん、だって食べ終わって車乗って超お腹いっぱいなのに、もう味思い出したらまたすぐ食べたくなっちゃったもん。ヤバトンのさ、お店のとこにさ、お弁当箱みたいなの捨てたじゃん、うんうん、あれ結構マジで欲しいんだけど。可愛かったよね。めっちゃ可愛かった、うん、あれいつか買うかな。でもヤバトン以外にもいろいろ知りたいから、うん、で名古屋はうちらちょいちょい行くことがあるから、うん、名古屋飯ここおすすめですよってのあったらぜひコメント欄へお願いします。今度東京行くんだけど、東京も名古屋も店舗が多すぎてどこ行っていいか分かんないんだよね、うん、今度7月の末にたぬきちがトッテナムっていうイギリスのサッカーチームがすごい好きで、トッテナムが日本に来るんだよ。だからもうそれは絶対行きたいって言って、いいよいいよ行こうって言ってね。でまあ泊まって次の日赤羽で飲んで帰ってこようかなって思ってんだけど、一応候補としてはその日の夜は新橋で飲もうかなって思ってて、新橋か上野、一応有力候補は新橋。赤羽の飲み歩きはさ結構和というかさ、居酒屋さんが多いじゃん。だから新橋ではちょっと洋風というかバルみたいなところに行きたいと思ってて、それもぜひちょっとおすすめあったらコメント欄へ教えてほしい。酒とつまみと私、こんにちは、編集中の私でございます。ちょっとここで皆様にご報告がありまして、動画の中で新橋か上野で飲もうと思ってるっていう話をしてるんですけど、全然知らなかったんだけど、まさかの行く予定の日、隅田川の花火大会とぶち当たってまして、ホテルなんてバカみたいにあるし全然余裕で取れるっしょって思ってたら、その隅田川の花火のおかげなのか全然ホテルが取れなくて、かろうじてホテル取れたところが中野だったので中野に決定いたしました。2日目の赤羽飲みは変わんないんですけど、1日目の夜は中野になりましたので、ちょっとそういう感じで見ていただけたらなと思います。酒とつまみと私、ちなみに1500人達成ライブをしますって言ったと思うんですけども、日にちが確定いたしまして、8月の9日金曜日夜9時からスタートしたいと思います。イエーイ。なんで8月の9日かと言いますと、私のリアル誕生日、イエーイ。リアル誕生日って言い方がさ夜の仕事やってた人のあれだよな。いやいや、だから夜の仕事やってたっぽいじゃん、だからリアルバースデーっていうのやめたんだから、よし余計夜っぽいなと思って、はい、だってバースデーって言わないじゃん普通、誕生日って言うじゃん、はい、夜の一つだけでバースデーっていうの、いや、そのごめんなさい、そこじゃなくて リアルの方です。あ、そういうこと、あ、リアルってつけるのが、リアルって普通言わないんで。なるほど、はい、なので
8月の9日までに今なら欲しいものリスト誕生日プレゼント間に合います。厚かましいわ。じゃあ全然お気に入りのセラズマン送ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいですけど、お気になさらず送ってくれたらお気になさらず送ってくれたら。ちなみに私の誕生日は黒柳徹子お姉様と同じ誕生日でございます。絶対調べるよね、自分の誕生日誰と同じかみたいな。たぬきちはヒカキン様ですね。あとエリザベス女王。リコ前世エリザベス女王だよ。パンがないならケーキを食いなさいでしょ。アリアントワネットかな。お大事に。ごめんリコ、マリーアントワネットです前世。あるじゃん、昔の喫茶店にさ、前世占いみたいな100円入れてガチャガチャ回したらあなたの前世は何ですとかって出てくる、紙が出てくるやつあってさ、あれで小学生の時に見て、小学生ながらやべえやつじゃんって思った。そうか、食べればいいじゃない、クエじゃなくてね。でもね、知ってる、今日のねヒット商品、顎だったりゴテだったり鳥刺しだったりあるじゃん、何に一番感動したってこれよ、卓上調理器みたいな、だってこれチーズフォンデュもできるよ。私チーズフォンデュのポット落として割っちゃったからさ、楽しみだね東京行き。ね、東京楽しみ。もし27日の夜俺私新橋いますよっていう人いたら連絡ください。一緒に飲みましょう、動画は撮ります。じゃああとはゆっくり食べていこうけ、はい、というわけで X、インスタ、TikTok 登録お願いいたします。この動画にいいねとコメントもお願いいたします。そして8月9日のライブもぜひ来てください、お願いいたします。ステッカーの方も販売しておりますので概要欄ぜひチェックしてみてください。それではゆっくり飲みましょう、はい、酒ライフ、酒ライフ。